前回の治療のはどんな感じでしたか？もう首がここまでしか動かなかったのが、うん、もう今だに動くね、うんうん、すごい。今一番気になるところは、今気になるのは肩こり、うん、肩こり肩こりです。肩こり、肩こりの原因は首の骨がずれて神経圧迫を起こすんですよね、うん、で神経圧迫を起こせば脳は異常な情報が伝わってそれを治そうとして自然治癒力が命令を言ってそこから守ろうとして筋肉をグッとこう硬くしちゃうんですよ。それが肩こりの原因、うん、だから神経圧迫を取らない限り脳は異常な刺激を受信して筋肉を硬直させる。だからこの神経圧迫を取る以外はないんですね。これが肩こりの、これをヒルトンの法則と呼んでるんです。ヒルトンの法則っていうのは頸椎のところにある神経、まあ、感覚受容器が椎間板の中にあってそこが情報を脳に伝えて脳はその情報を自然治癒力、うん、イネイトインテリジェンスというところに伝達するわけですね。うん、それを伝達したイネイトインテリジェンスは自然治癒力っていうんですけども人間の体を作った同じ力ですよ。うん、自律神経を持って治すわけです。で肩こりがどこに起こっているかっていうものをまず瞬時にして脳は診断をして、うん、それで交感神経副交感神経を使って治すわけです。首は頭と頸椎5番までは副交感神経、うん、それで6番から腰椎5番までは交感神経、うん、でどうしてこれ分かったかというと、うん、僕のアメリカの恩師のドクター・ガンステッドっていう人が臨床50年でこれを見つけたわけね、で彼はどうしてって言ったら彼は毎朝6時に起きて最初の患者を見てそして夜中の1時に最後の患者が終わる、うん、人口3000人のところに1日300名ぐらい患者が世界中から来たわけです。治らない患者ばっかり集まってきたわけ、うん、で彼はまあ50年間患者からいろんなのを学んだわけです、うん、症状っていうのはみんな違います。うん、みんなそれぞれ治る力を持ってるわけです、うん、それがイネイトインテリジェンスというと、うん、そしてこのイネイトインテリジェンスは危険信号として硬直を指して肩こりの原因を指しちゃうわけです、うん、肩こりがいろんなところにあります。みんな同じ場所が圧迫をしても症状はみんな違うわけです。あ、そうなんですね。 でそれがまあ肩こりの原因、それをちょっと今日は見つけてみましょう、うん、はい、お願いします、はい。首はストレートネックになってますよ。首はまっすぐなってます、はい、前後運動、あ、これはだいぶ良くなってる、うん、動きは出てる、左から右、右から左、ここは悪いですね。もう一箇所、はい、ずっと胸のところに当てて一番上の、はい、はい、こっちは動きがあります、うん、右、後ろから前、はい、前から後ろ大丈夫、後ろから前は動きがない、だからアトラスが右にずれて後ろに行ってるわけです、うん、でそれを今直しますね、まずね、はい、こっち来てください。はい、もうちょっと下、びっくりした。はい、起きてみて。起きてこっち来てください。はい、全然動きが出てきました。今は肩こりはどう？まだ残っていれば下の方を治療しないといけないです。あ、でもなんか軽い気がする。軽いね。うん。はい。あ、こっちも下の方も動き出したから、人間の体はサブラクセーションといって骨がずれて神経圧迫を起こす。
これはだいたい1箇所から3箇所しか存在しない。あとは間板性症といって、骨が右にずれたら下の方でそれを補正しようとしてバランスを取る。骨が曲がったりいろいろするんです。だから一番問題はこのサブラクセーション、肩こりの原因である椎骨がどのようにずれて、どこがずれているかを見つけて、それをいつどこをどのようにっていう満足する治療をやれば奇跡が起こります。へえ、すごい、うん、はい、これはもう全然さっきと違います、うん、違う、はい、それで今5番のところもさっきなかったんだけども今可動性が出てきている。すなわち問題はサブラクセーションというところを治療すれば、カンパンセーションって補正作用、これがずれているのをこっちで補正しようというところもずれているわけ。これはこっちを直せば治っちゃうんです。だからたくさんの骨を動かす必要はない。その人にとってどこを動かしたらこの症状を取れるかっていうのを考えればいい。だいぶいいです。はい、いいですよ、うん、どう感じは。いやでもすごいなんかすっきりしたでしょ、うん、なんか軽い、うん、軽いですよ、はい、はい、いいですよ、はい。